何これエギも恥ずかしいやろね、こんだけのイカに見られたら。3でちょっと大きいかなって思うサイズでガスガスいく方がめっちゃ反応しよる、めっちゃ反応しよる。ちょっといますね、大きいのね。あー、なんか一個出てきたね、キュッて。うわっはっはっは。うん、あんな触ったかな。ほんまに大きいかどうか。足が変な方向曲がってる。立ち位置の前に、浮いてましたすでにで、それをエギを後ろ、このイカ浮いとるイカの後ろにキャストして、イカを追い抜く格好で前に落としたら、もうすぐに体色変化してもうギュッと抱いてきました。何グラムぐらいですかね。何グラムぐらい、これこれでも200ぐらいあるんちゃうんですか、同調から行ったら。ちょいとかありそうですよね。あるかもわからんですね。200、250、うん、今ね、1g ですね。とりあえず 1g から。そうですね、まだ香料があるんで、一応使ってるワームはナチュラル系で、あとまあジグヘッドもまあ 1g でちょっと様子見ながら、そうですね、とりあえずナチュラルに攻めていって口を使わすっていうような感じですね。それはもう今から徐々にずっと水深があるんで、はい、ちょっとずつレンジを変えながら、ちょ基本的にはちょっと中層より下を意識して、デカドコは取ってないですね、今のところは。これはちょっと、もうちょっと様子見ながらですけど、相当水深があるんで、もうちょっと反応がなかったら、ちょっとジグヘッドのウェイトを重くして、ちょっとそこら辺を探ってみようかなと思います。はい、割と表層ですね。感じとしては、まあ、水面から30センチ以内ぐらい。ちょっと沈めてあげて、そして何も当たらないのか。さっきのキャストの時はでも何回か当たったんですね。ワームはカラー変えました。とりあえず、ちょっと変えて反応を見てみます。ラインはこれはモノフィラの 0.35 ですね。リーダーにフロロの、3ポンド。はい。はい。0.85 ですね。
それを使ってます。今はね、ほとんどもうビットリーブとかも横引きですね。横引きで時折フリーフォールで反応を見て、横引きで食うてくんやったらリトリーブ重視で、フォールで食うてくるんやったら今度またフォールの回数多めに入れたりとか、はい、長めに入れたったりとかっていう感じで様子を見ながら変えていってます。今のところはでも横引きですね。だから多分リトリーブの方が食うかなっていう感じですけど、競争狙いをメインで考えても今 0.5 グラムですね。マイキャスと何らか反応はあるんですけど、多分これが、まあ、全部アジかって言われたら多分違うんですよね。念仏台もおったり、極小アジもおるんですよね、これ。一個だけ噛んできたりとか。なんかどんどんなんか、湧いて出てくるぐらい、チャンスは集まってきますよね。うん、ただそれが全部サイズが小さい。これはもう思いっきり上ですね。表層ですね。20ぐらい。そうですね。20。ジャスト20ぐらいですね。ここは、この手前何メーターかが、そうですね。何メーターぐらいですかね。4、5メーターが結構もうそこ見えてるようなシャローエリアで、その向こうがブレイクになってるんですよね。で、多分その先ちょっと水深あると思うんですよ。だからその水深のあるところを、まあ、回遊してる魚を拾っていくっていう風なイメージで、で、今潮の流れが右から左へ結構流れてるんで、ちょっとやや右アップ目に投げて、で、フリーフォールでこう、まあ、流しながら落とし込んでいくような感じ。で、先釣れたのがもう完全にフリーフォールで食ってきてたんで、今ちょっとそれを、はい、繰り返してやってるような状態ですね。これはええ体験です。どんだけですか。どんだけですか。ちょっと潮が右から左へ動いてる状況 で手前が結構シャローなんですね。で、ちょっと沖からブレイクがあるんで、ちょっとアップ目に投げて、で、結構そうですね、沈めた感じですね。沈めて、これはフォールで食ってました。はい、ちょっと水深もあるところですね。はい、そこで、もうフリーフォールで、まあ、フリーフォールって言っても流れが、潮流があるんで、いくらかこうドリフト状態、流れていってる状態だと思うんですけど、それで食ってましたね。はい、今ちょうど下げの潮が結構効き出してきたところなんで、割と早いですね、流れは。はい、ちょっと頑張ってやってみたいと思います。はい、じゃあやってみましょう。はい、はい、はい。